ですです。さあ、どうしますかうんブレイキングダウンですね。富士さん2話目。力道山で木村正彦、富士正信さんのコメントを振り返りたいと思います。ラジオ感覚でお聞きください。よろしく、2話目です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。1話目めちゃくちゃテンション低かったですよね。いつのですか富士さんの1回目。一話目。それだってもうまあ収録したのはだいぶ前の話ですけど、うんうんうん 富チさんの記念すべき第1回なのに、めちゃくちゃテンション低かった記憶があるんですよ。サムラさんのテンションが低かった。うそうですか。あのね、マドロンで船をこ,こいでるような。寝てましたよね。寝てなほぼ。え、じゃあ1話目み見て判断してもらえると。そうですか。 そう感じたんであれば。私、こう、マシュマロに向かって球を投げてるような感じで読み上げてましたけど。<laughs> 意味がわかんないですね。す吸収しちゃうってことですか、うん、あのー、うん、前回は、富士、うん、さんが、この力道山対木村正彦戦を見て、どちらかというと、その、プロレスの技術的なお話だったんですよね。うん、ですから、もう、こういった技術的な部分とか、うんはい、その辺っていうのは、まあ、いろんな方が語っているので、うん、ちょっと飽きちゃったのかなっていう部分が、 あったのかなと思います私がですか、えー、ああ、はいはい。あ、そうですね。確か技術的なことを、ふつさんおっしゃってなかったよ。またピッて今、おっしゃってなかったので、はいえー、ちょっとその辺をスルーしたような記憶がありますね。うん、まどろんでましたよね。いや、マシュマロのような感覚でしたね。<laughs> で、今回は、目が覚めますよ。 非常に面白い話です。本当ですかはい。わかりました。あの、柔道家の岩鶴金夫さんってご存知ですかわかんないです。わかんないですかあの、木村正彦さんの、えっと、弟子と言ったらいいのか、ま後輩と言ったらいいのか、あの非常に強い柔道家なんですけど、柔道7段。はい。おすごい。はい。で、木村正彦さんがスカウトをして拓殖大学に入って、 で、えーとまあ、全日本選手権とか、うん、そういったものを世界選手権とか、うん、いろんな大会に出て、うん、で後々、まあ、警察官になられる方なんですよね、はい、兵庫県警に入って、はい、で有名な柔道家だったんですけどプロレス界的に言うと、うん、この岩槻兼雄さんが木村正彦の復讐のために、うん、ジャイアント馬場に挑戦状を叩きつけた、うん、という伝説があるんです。 真偽のほどは置いといたとして、そういう話があるんですよ。これってご存知ですか？知らないですか？岩槻金夫さん、ジャイアントツ卵へ挑戦したで、馬場さんが道場で代わりにというわけじゃないんでしょう。けれども、おいフッチやってこいって。ふちさんと岩槻金夫さんがスパーリングをした話がある。その話に移っていきますから。 非常に興味深いと思うんです。どうですかちょっと目がいや、興味深いです。そうですよね。ああ、なるほどね。はいはい。ああ、面白そう。面白そうですか。で、まあ、この柔道の実績はともかくとして、これ、ウィキペディアの情報なので、これも100%本当かどうかは分かりませんけど、ちょっとここだけ読み上げていいですかはい。岩杉金子さんのプロ格闘技との関わり。1976年、全日本プロレス入りが決まっていたが、 うん、契約書にサインする段階になって、社長のジャイアント馬場と、拓殖大学側の要求にズレがあり、決裂、全日本プロレス入りは幻に終わったあ岩りさんが全日本プロレス入りが決まっていたけれども、はいえー、岩つりさんをマネージメントするのが拓殖大学側で,、はい、で、全日本と契約書にサインをする間に、圧力があって、契約に至らなかった。うん うんうん、でこの時岩釣りは師匠木村雅彦と共に裸でのスパーリング、うん、空手ボクシング足関節などを含めた真剣勝負、うん、いわゆるバーリトゥードゥを前提にした1日7時間に及ぶ秘密特訓を続けていた、うん、1954年の木村正彦対力道山の復讐をしようとしていたのだ、うん、この試合は通常のプロレスで結果は引き分けで終わるはずだったが、うん 突如力道山が本気で殴りかかって木村が流血失神系大負けを喫している、うん、これずっと語っているこの力道山って木村正彦戦のことですねで拓殖大学側は、うん、力道山に騙し打ちにあった木村正彦先生の仇を打ちたいという考えで、うん、社長の馬場に、うん、デビュー戦はジャイアント馬場とやり、うん、プロレスのアングルとして岩釣りを勝たせる その要求を飲めないならばリング上で真剣勝負に持ち込み馬場を潰すという条件を突きつけた馬場はこの拓殖大学側の要求に怒りもしそういうことになったらうちの若いレスラーたちが岩鶴君をリングから下ろさないがそういう覚悟があるのかと応じたそれに対して岩鶴に付き添っていた拓殖大学の先輩が この野郎、拓大を舐めるんじゃねえ。貴様こそリングから降ろさんぞと激怒。契約は白紙に戻された。ああ、それが全日本プロ。そうですね。いいよ。はい。まデビュー戦で馬場戦を要求して、アングルとして、岩釣りを、岩釣りさんを勝たせると。これが飲めないならば、リング上で真剣勝負に持ち込んで、馬場を潰そうぞ、潰そうぞ。馬場さんは馬場さんで、もしそういうことになったら、 うん、うちの若い者が岩つり君をリングから降ろさないよという,うん、うん、そういうことがあったという話ですね。で後に岩つりは命を懸けて木村先生の敵討ちをするつもりでしたと語っているという逸話があるんですこれが100%真実かどうかは分かりません。ああちょっとまとめますと、はい、岩つりさんが全日本入りが決まってる状況の中で、はい、馬場さんと。 対戦を直訴する。はい。デビュー戦でですね。デビュー戦で。で、そこが、まあ、破断になって、全日本入りプロレスも破断になるという流れで。そうですね。へえ。で、そこから、富士さんとの、はい。で、富士さんが、その岩鶴さんの名前を出すコメントが、この後出てくるんです。うん。あ、興味深いですね。いいですかはい。で、これは、富士さんのコメントです。うん。前も何回か喋ったけど、 俺は木村雅彦の弟子の岩鶴金夫という人とスパーリングをやってるしね<ー>昭和51年1976年の夏の暑い日でね、うん、全日本の道場が絹田に移る前、うん、世田谷ですね全日本の道場が絹田に移る前、うん、キックボクシングの山田ジムを使っていた最後の頃だったな、うん、確か弟子を連れて2人で来ていたと思うよ馬場、うん、さんに挑戦するという話があって、うん、練習に来たと思うんだけど、うん、お前が相手してやれと言われてスパーリングをやらされて馬場さんが 富士山を指名したということですね。でまだ俺は入門して2年ぐらいかなでも裸だったら決められることはないよ当時の俺は8 0キロしかなかったけど常に上のポジションを取り続けてね5分やった感じでは向こうはスタミナが切れて息が上がっていたね馬場さんに「もう一回やるか?」と言われて岩り氏はいやもういいです俺もある面ほっとしたんだけどね。 そうしたら、じゃあちょっと休んだらうちにコーチに来ている外国人選手とやってみるかって小城バジリ後のアイアンシークですねとやらされたんだよバジリはアメリカのレスリング五輪代表チームのアシスタントコーチをやっていたでしょだからシリーズの試合に出るだけじゃなくて道場にコーチとしてても来いたんだよ。岩槻氏はスタミナが切れていたからあっという間に腕を決められちゃってあれは気の毒だったな 俺は40年近くプロレスをここまででいいですかね。1回切ります。岩つりさんと淵さんが全日本プロレスの道場でスパーリングをしたと。馬場さんが淵さんに対してお前が行けと。で、2人が戦って。裸でスパーリングをやったということですね。で、5分。 なるほど。常に、ふさんが、まあ、上を、うん、まあ、キープ、ポジションをキープ取られてて、はいはい、5分やった感じで、岩ん。岩辻さんがスタミナ切れプとで、もう一回、馬場さんが岩辻さんにもう一回やるかと言われたら、いや、もういいです。う,ん、うん。なるほど。まあ、ここの文面だけ。ですと、はい、なるほどなと。うん 思うんですが、まあ、ここうん実際、ここをすべて信じていいのかっていうのが、ちょっと岩つりさん側の意見を聞きたいなっていうところはあるんですけど、5分で息上がるってことはあるのかな、まあ、慣れない裸でのスパーリングっていう面もあるかとは思うんですけども。いや どうですかね僕は想像するに、うんだ、その、岩渕さん、柔,柔道、何段っておっしゃいました七段。7段ですよね。はい、でも、7段の方の、その、実力だったら、やっぱり、ペース配分も考えると思うんですよ。えまず、5分でスタミナ切れるっていうのは、割と、その、例えば、組み技のレスリングを、 初めて間もない頃の方っていうのは、関節技のディフェンスの免疫もないですし、うん、どういうふう、やっぱ恐怖心があるんですよ。で、こう力が入ってまて、はい、まあ車でいうと、アクセルを常に全開にしちゃって、すぐも五5分だったらガスケトすしま、まあすごく極端に言うと、立ち技の選手が寝技のスパーリングをやった時は、やっぱり怖いですよね。怖いです、怖、はいです。はい、逆もしっかりでしょう、はいはい、だから。そういうい思わぬ力が入ってしまうという。 常に力んでも柔道七段で平成分は分かってると思うこのウィキペディアの情報を、うんえー、言うとですね、うんえー、常にえと今ごめんなさい力道山この本の情報とウィキペディアの情報と、はい、ウィキに書いてある岩槻兼男さんの情報ですと、うんうん、師匠木村正彦と共に、うん、裸でのスパーリング。 うん、空手ボクシング足関節などを含めた真剣勝負かっこいわゆるバーリトゥードを前提にした 1>,、うん、1日7時間に及ぶ秘密特訓を続けていたという記述もあるんですだからその裸でのスパーリングというのは初めてかどうか、うん、ちょっとそこも真偽のほどは分からないんですけれどもうん、うん、いやいや、うん、あの,そ,のそこの7時間の特訓っていうのはちょっと置いといたとしても柔道、うん、7年で、うん 柔道 <laughs> 7段で、やっぱその辺のクラスになると、うん、やっぱペース配分はしっかりやられると思うので、はいはい、んちょっと、どうでしょう、うんまあ、何のスパーリングをやったかっていうことですよね。うんうん、いわゆるその、セメント、うん、サブミッションレスリングのスパーリングをやったのか、うんうん、それとも全日本プロレス入りが決まっていっ でそのプロレスのスパーリングをやったのか、うん、それにもよるとは思うんですよ。でも、この流れだったら、うん、そういうきめ,めっこのスパーリングだとは思いますけどね、うん、この文面から言うと。ただ、全日本プロレス入りが決まっていたということで、うんうん、プロレスの練習をしていたのもありえるかもしれないじゃないですか。うんうん、でも <laughs>、この流れであります、プロレスの練習。 いや、そこは分からないですけど。力道山木村戦で木村さんが敗北して、うん、えーい、岩釣りさんはい。岩釣りさんが敵を取ってやる,てる。でも全日本プロレス入りが決まってたんですよ。<laughs> 決まってなければそれは分からないです。本当の道場破りとか、<laughs> そういうことであればね。なるほど。だからそこら辺はね、ちょっと霞が関わるんですよ。うん。だから全日本プロレスだと、えーまあ、旗揚げしてすぐに、 柔道の金メダリスト、アントン・ヘンシンとこの全日本プロレス入りましたけれども、でもこれ、スパーリング、うん、お前相手してやれって、スパーリングをやらされてって,書いて、そういう決めっこ、セメントじゃないですかね。うんうん、まあ、この記述から、文面から言うとそうですよね。まあ、でもわかんないですよね、まあプロレスのそういうスパーリング的なことも考えられるので。はいうん、ただね、ちょっと、 うーん、ここ5分っていうのがすごく引っかかります。うち<分>さんの、うんうん、ああ、でもどうなんだろうなぁ。えっ、ー、とね、ここが15分とか20分だったら、ちょっと腑に落ちるんですけど、柔道7段で、うん裸まあ、裸のスパーリングトイ、動撃、うん、なしでスパーリングトイへ5分です。タなガキない。な と思いますし、馬場さんにもう一回やるかって言われて、もういいですっていう。馬場さんに言われたらもう、うん、はいでしょ。っていうところは引っかかりますけなるほど、ね。まあどこまでが真実かわかりませんけど、はいまあ、柔道は、この当時の試合時間をちょっと調べてみないとわかりませんけど、だいたい5分だったりとか、うん、え延長戦が3分だったりとか、長くても10分ぐらいだと思うんですよね。<laughs> 本番の試合は。ちょっとご,ごめんなさい。あの 僕そこは、やってる競技者として言いたいんですけど、はい、柔道も、うんえー、かなりのスタミナだったり。いや、そうだと思います。瞬、うん、発力とか、スタミナも必要なんで。だから5分間全力を出すとか、うん、10分間全力を出すっていうのは、あのー、やってない人が見るよりも相当大変なことだとは、いうのは、うん、私もわかってるんですけど。うん、ただ、だから <laughs> の、ちょっと聞いてくださいね。柔道は、あ地味に、 動いてないようで、やっぱり、動いてる合いだったり、うんはいね、ちょっと僕、柔道やったことないんで分かんないんですけど、はいはい、この肌感覚として、うんえー、例えば、背負い投げ張る瞬間に、力ってマックスいくじゃないですか。うん、スッて入るし、溜めてドーンっていくので、それを、えー、そういう瞬発的な力も必要ですし、 えー、5分、五分ですかね、柔道。五分だと。まあちょっと時代時代によって違うんですよね、試合時間をそのまあ3分、5分のスタミナも温存していなきゃいけないので、はい、やっぱり7段クラスになると、うん、その辺のもう力、えー、出し方っていうのは熟知されてますから、うん、<coughs> だから僕はちょっと5分がすごく5分かかります、5分だけでもいい ってていいうう歌を思い出してしま分にこだ、わりますか、ねうん、だってあのー、ちょっと例えに出して申し訳ないんですけど、はい、和田良岳さん、うん、和田さんっていたんですけど、うん、レフリーの。はい。はいあのー、いたんですけどって、今でもいますよ。<laughs> いらっしゃったんですけど、和田さんが U インターで、1991年ぐらいの時にいらっしゃって、その当時30手前ぐらいだったかな、はい、29、8とか9。で、肉体的にも、もう、うん ゴリラみたいな感じがしてて、はい、やっぱり、あのー、あ、和田さんは和田さんで、レフリーをやるっていうことで、えー、そこで初めてレフリー1年目なんですよ。うんはい、レフリー1年目でこう、若手と僕らとかと、スパーリングを、上のユニターの幹部の、スパーリングをやって、関節、はい、はいはい いうのうん、どう決めて、どう決められるのかというのを勉強のために、はい、スパーリングをやっとけっていうことですね。スパーリングをやらされてたんですよね、うんうん、よく。で、はいえー、やっぱ力は強いんです。でも、3分、うん、持って3分で。うんうん、で、3分超えちゃうと、もう、和田さんもスタミナ切れちゃって。カラータイマーのように頭が光ってくるわけですよね。頭、はい。<laughs> それはあんまり良くないです良くないですね。はい で、3分だと頭が光ってきて。言ってるじゃないですか、<laughs> 自分。重ねて。で、やっぱりもう、スタミナ切れちゃうんですよ。うん、で、まあもちろん和田さんはそういう格闘技の、うん、えー、経験がない方だったんで、はいはい、それはいた方ないんですけど、うんうん、だから逆に和田さんは3分以内だったの最強ですよ、うん。最強よく言われてましたね。はい。で、和田さんのことをフォローする、もうよく頑張ってましたね。うんうん、なるほど。あのー、やっぱ、 当時、えー、まあ僕じゃなくても、ちょっと上の方と先輩、和田さんがやられてても、やっぱちょっとラッ,ラッパ的なこともやられるんですよ。はい。で、和田さんはよく。口を塞ぐっていうことですね、スパリング。上そうそうですね。すね苦しい。スパリングやって苦しいのに口を塞がれて、うんうん、はい、えー。またそこから、あ、もしかしたら、淵さんはここで。うん 常に上のポジションを取っていたと、このコメントにありますから、うち、うん、さんがラッパーってたかもしれないです。ちょっと待ってくださいね。で、そういう状況の中でも、ワー、はい、さんは、もう29歳ですよ。はい、30手前だったと思うんです。はい、もうそれでも毎日しごかれても、結構頑張ってらっしゃいましたね。うん、だその経験があるから、 はまあ今、まだレフリーされてるあ <laughs> そうか、今でもね。うん。はい、その、そこ、ユインターのね、そういう、スパーリングは、そういう礎になったと思います、ね、うんなるほど。はい。はい、で、淵さんの常に上のポジションを取っていたと、淵さんは言っていますので、もしかしたらその淵さんが、ラッパーとかやってた可能性はないですかね。あのね、うん、ここごめんなさいね。あの淵、あの淵さんを、あの、ちゃちゃを入れる、あれじゃないんですけど、 全日本プロレス入門戦2年っておっしゃってて、はいはい、で、柔道7段ってことは、うん、もう柔道10、10年単位でやられてると思うので、まあ、簡単にマウントは取れないと思うんですよね。柔道か7段に対して。うんうん、はい。あの、僕どっちのマでもないんですけど、<laughs> ちょっと中立でだから、うん ここ面白いんですよね。うん、格闘家とプロレスラーのスパーリングの話になると、うんうん、田村さん、どちらかというと格闘家の <laughs> 発言になりますよね。格闘家、柔道家。はいはい、今回が柔道家。ですけど、ね、うん。まあ、今、田村さん、マウントっておっしゃいましたけど、うん、まだこの頃マウントっていう概念がなくて、うん、多分サイドポジションで上になったとか、うん そういうことを言いたいんだと思うんですよ、内んそうですね。常に上のポジションが、まあ、今朝がためだったり、マウントポジションだったり。うん。ね面白いですよ、でも。いやー、でもこれちょっと、ここは、僕、薄いな薄いですかうん。なるほど。薄いですね。いや、柔道七段はすごいですよ。いや、すごいですよ、もちろん。それはすごいですよ。まあ、まあいいか。はい。 しかも身長182センチ、体重105キロですええ、全盛期がですよ、岩吊さんは。じゃあ、ほぼ全盛期の、<laughs> この今、話はし,してる時っていうのは、全盛期の時代ですよね、はいえー。1976年の話ですから、うん、岩吊さんは1944年生まれなんですよ。ですから32歳。うん、ああ、ね、ほぼ全盛期。 うん、これがね、スパーリングって打撃が入ると、ちょっとまた違いますけど、また話しされますけど、打撃に対して寝技の選手って、やっぱり寝技の選手は免疫ないか怖いんです。だから力んじゃうんで、それで5分でスタミナ切れるっていうのはちょっと理解できるんですまあ、いいか。ね、だからこれが、いわゆるセメントのスパーリングなのか、うん、プロレスの練習なのか。うん それによっても全然話は変わってくると思いますし。うんうんうん、ここ、これでもね、ちょっと、僕何回か YouTube で言ったんだけど、僕が、1988年の新弟子時代、はい、えー、UWF で博多大会があったんですよ。はい。博多スターレーン。はい。はい、で、そこで空中さんがノーマンスマイリーとか、はい、うん。外人を。懐かしいですね。はい。呼んでて、はい。で、そこで、 その、空中さんの自分で、内藤さんって方が、練習して、うんはい、逆、まあ逆輸入っていう形で、UW でデビューすることになったんですよ。はい、で、僕新弟子で、内藤さんいらっしゃって、はい、田村やれ、うん、スパーリングやれって言われるんですよ。だからまあ似たような状況で、で、僕スパーリングをやらされて、はい で、僕はもうそこであのー、惨めな姿を見せちゃうと、うん、やっぱり先輩たちこ怖いので、はい、もうその先輩たちの怒られるっていう思いを背負って内藤さんとそのガチのスパーリングをやらされる、はい、であのー、まあほぼ互角、うんうん、でえー 内藤さんって、内藤何さんでしたか内藤恒人ちょ,ちょっとフルネームは。ねえ、ちょっとごめんなさい、私もパッと今出てこなかったんですけど、うん、内藤恒人、あーってるんじゃないですか。180センチ、85キロ、うん。マレンコ道場に行ってたんですね,ですねはい。 当時、空中さんとマレンコ道場のつながりがあってからだと思うんですね。よくこういう、今回の話で言うと、フ、うん、チさんが、馬場さん、馬場さんがフチさんに対してやれる。で、柔道家の普通、えっと、誰でしたっけ岩鶴さん。岩鶴さん。はい、ああ、もうやっぱりその全日本の看板を背負って、ある意味ですよ。全日本の看板を背負って、スパーリングをするわけですから。はい。はい フチさんも、うん、アババさんの前でやるのでっていうのはあったかもしれませんけど、え、うんはい、っとね、うん、ちょっと、うん、プレッシャーで言うと僕の方がすごかったと思います。<laughs> ちょっと話が今あらぬ方向にいってるので、<laughs> ちょっと、ここは、ここでよろしいですか。<laughs> <laughs> そうです。はい なんかもっと聞きたい。いやいや、面白いんですけど、次回にしましょう。次回はもうないです。なんでですか次回はもう冷めちゃって喋んないです。いや、もうこれすぐね、やれば大丈夫です。いや、もうやれば大丈夫です。いいですもうそんな大事な落ちないんで。そうなんですか落ちというか、そういう環境が。要は、馬場さんのプレッシャーよりも、前田明のプレッシャーの方が、前田さんとは僕言ってませんよ。言ってないんですかじゃあ、前田高田も、山崎のプレッシャーの方が強いだろうということ。こういうイメージ出さないでください。 じゃあ、前高山のプレッシャーの方が。<laughs> 山崎さんはそんなプレッシャーかじあ、でも、やっぱり宮戸中野、あ<ー>さんあ、宮戸さん中野さんもいらっしゃるんで。宮戸、安城、中野さんしか、そっ,かそっちのプレッシャーの方が強いかな。まあまあ、また、また上の。それ全部言っちゃってるじゃないですか。<ー>消去法でやめてください。<laughs> そっちの方が強いかな。いや、でもね、うん、こう、リングサイドでどんなもんだっていう感じに、うん、見 られてまあ、内藤さんもやっぱプレッシャー感じてたと思うんですけど、はいはい、内藤さんは内藤さんでやっぱ大変で、僕は僕ではやっぱりプレッシャー感じてるんで、ええ、そこはね、あのー、内藤さんには悪いんですけど、やっぱり、こう、僕の方はやっぱプレッシャー感じてるんで、やっぱそのね、精神面では、精神面で勝ったって感じです。技術面ではどっこいどっこいだと思うす。なるほど。 うん、だからその精神面で僕がちょっと押してたって。この当時のフチさんにもその精神面で打ち勝っていたいの、うん、いや、ないです,ないいす、まあ。なぜ、なぜそこは言い切るんですか <laughs> フチさんのこと嫌いなんですか馬場 <laughs> <laughs> さん <laughs>、うんはい。いや、馬場さんのプレッシャーだって大変なもんだと思いますよ。もう、このウィキの情報が本当だとしたらですよ。うん、だって全日本プロレス入りが決まっていて。うん で、しかも、デビュー戦でジャイアント馬場さんとやらしてほしいと、言ってる柔道7段の男、うん、プロレスの恐ろしさを、プチお前が教えてやると、言われて。あのー、まあ、僕、うん、僕の、僕の新弟し時代は、本当も生きるか死ぬかで、うん、えっと、本当命かかってた。いやいや、プチさんだって命かかってること、<笑><笑>たくさんあると思いますよ。局面、<も>局面では。 そうか。だって相手柔道7段ですよ。自分だって何されるかわからないわけじゃないですか。まあ想像する、例えば僕と初先輩方がやって、僕、その新弟子の頃って。えー、あれ、その内藤さんとやった時って、88年 <coughs>、えっと。88年ぐらいですよね。いはい、ただ入門して、タムちゃんが。んがもう数か月です。数か月三3か月、4か月。<ー>で、当時、体重も70キロ台。うん、で、70キロ台の選手と、うん やっぱ上の方はもう、キロあるわけですうないん抵抗しないともうやられてしまう状況で私たち UWS 格闘プロレスをしてたので練習はやっぱ格闘技なんですよ。うん、格闘技でやっぱそのスパーリングをやられてラッパーされて、うん、1>, もう1時間もずっと逃げろ逃げろって言われるんです。 で、他の新弟子はこう、安城さんのもう苦しいが夢で腹を噛んで、ぐ、うん、って噛んで、うんうん、噛み切って逃げたっていう、そういう、はい、そういうのもあるんです。うんうん、だから、私はそういうスパーリングを中心とした格闘技の練習をしてたんで、だから、ちょっとここは本当想像なんですけど、その当時の全日本プロレスさん、はい、この話れてるうん、うん、全日本プロレスさんっていうのがで、そこまで、 そのガチのスパーリングをやられてたかっていうのはちょっとうん。なるほど。わからないんですけど。はい。もう今、令和6年になって全日本プロレス何するものぞという情念は非常によくわかりまうな、ん、なんかごめんなさい。ちょっとね、あまり良くない方向に話持っていかれたな。<laughs> や,やっぱね、UWF のことになると <laughs>、うん、あの、スイッチが <laughs>、 外れますよね。田村さんは。いや、でも違うけど、富士山の5分で、この、スタミナが切れる。岩鶴さん。さんのね。5分からちょっとおかしくなりましたね。あ、そうです柔道7なんで5分でスタミナは5が切れないような気がしすなるほど。うん。だから富士山には全然ないです。何もないです。申し訳ない。いや、何にもないようにあんまり聞こえなかったんです。大先輩なんでちょっとお茶飲みます。 大先輩なんで、た、はい、だこのこの文字だけで見るとちょっと、うん、なるほど。っていう疑問に思っただで。ちょっとプロレス流に持ってる部分を感じてしまったという。うん、もういいです。いいですそんな余計なこと言われました。はい、もう聞きましょうか。はい。はいありがとうございました。うん、ありがとうございました。